どうも、いこいです。今回はハロプロのシャッフルユニットを全組紹介したいと思います。シャッフルユニットとはグループの枠を超えた特別ユニット、初回を除いて毎年夏に発表され、ハロプロの一大ムーブメントになりました。では、まずは2000年、色ユニット、シャッフルユニットの一発目、当初は同じ組み合わせで第2弾も予定していたようです。娘一強だった当時のハロプロに一石を投じる意味合いがあったのかもしれません。続いて2001年、祭りユニット、アメリカ風な衣装の3人祭り、レゲエナンバーの7人祭り、日本のお祭りがテーマの10人祭りと、テイストが大きく異なる3曲です。そして2002年は、3組とも楽曲のタイトルに幸せがつく幸せユニット。余談ですが、ここまでのシャッフルユニットにはとある共通点が、実は毎年、他の2組と表記が異なるものが存在し、事務所が売り出したいユニットを明確にしたのではと噂されています。実際赤組4、3人祭り、セクシー8の初週売上は、いずれも3組中トップを記録しました。続いて、2003年は自然ユニット。人間が生きるために不可欠な空気、塩、水がテーマ。この年から1枚のシングルに3組の楽曲が収録されるミニアルバム形式になりました。2004年はシャッフルユニットの代わりに、当時のハロメンが全員集結をした HP オールスターズとして CD を発売。そして2005年は優雅ユニット、中学1年生2人とミキティのユニット、セクシー大人じゃん、各グループのエースを集めたエレジーズ、ユニット名と楽曲の高低差がでかすぎるプリプリピンクとかなり尖った構成に、この年で一旦シャッフルユニットの歴史は終了します。そして4年後、ごちゃ混ぜを意味するチャンプルユニットとして復活、歴代の派生ユニットが新たなメンバーで再編されました。当時のエッグメンバーも選抜され、アーはレイナの代わりにサホアガリちゃんが大抜擢、ハロコンでのパフォーマンスが話題を集めます。またタンポポシャープのアンブレラは現在もカバーされ続ける名曲。ちなみにメンバー全員名字にイがつくことが由来のようです。新ミニモニにはリンリン、スマイレージのマロ先生、そして当時エッグに加入したばかりのタケちゃんカリンちゃんと、先見の明がすごすぎるユニットに、チャンさんがタケちゃんを大好きになったのもこの頃のようで、昨年の M ライン公演では11年ぶりに2人でオリジナル楽曲のペンペン兄弟を披露しました。ここまで計22組、2012年からは里山里海ユニットとして復活しますが、そちらは別の動画で紹介したいと思います。皆さんの好きなシャッフルユニットの楽曲や思い出についてもコメント欄で教えていただけると嬉しいです。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。今後もこういった動画を投稿していきますので、よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、バイビー。